はい、どうもタコです。今回はね、PC を使ったね、マイクロビストのセッティングの方法をちょっとやってみたいと思います。まずは、ドライバーとかね、PC に入れた状態で、やります。はい、まずは、オン。そして、もう一回ね、ちょっと一回今電源入れっぱなしなんですけど、機体の、電源入れます。で、もちろん送信機の方もね、入ってます。これ必ずね、忘れないようにお願いします。はい、まずこれで基礎セッティングが終わったんで、さっきのね、USB から接続してるやつを機体に接続します。はい。そしてソフト起動します。で、今コムポート3になってると思いますんで、こちら。で、ここですね。こちらをクリック。はい。これで今読み込み始まったので、これで基本画面に移行します。はい、そうしましたら、あとはね、こちらの画面のみのね、説明の方入っていこうと思います。はい、そしたら設定画面に移行です。まずはこちらですね、プロポのマーク。こちらのあるやつなんですが、コントロールのセットアップ。これはマイクロビストの、最初、ね、電源を入れるとき、ボタン押しっぱなしで入れるときのモードですね。まずこのスキャンをやることによって、これ勝手に S バス、自分の場合は双葉なので S バスを選択、自動的に設定しまして、で、次のね、ここ。このフェールセーフっていうのがね、すごく大事で、これ自分がドツボに、このマイクロビストのドツボにはまったのが、このフェールセーフです。これ次の項目、この S バスセッティングの次の項目に行くときなんですが、スティックをフルローに入れたとき、それのとき、このフェールセーフボタンをクリックすると、ここのマイナス1617という数字になります。これによって、フェールセーフ、機体が濃厚になったとき、電波的な濃厚になったとき、スピードコントローラーのスロットルの位置を、フルローにするという、フェールセーフです。ですので、フルハイにセッティングするとえらいことになりますので、ご注意の方お願いします。はい、では次、ベーシックヘルスセットアップ。こちらの方を行ってみましょう。これも、世に言うポチポチ公式ですね。クリック。はい。こちらの、まずは、ジャイロの、置き方の、セッティングになります。ここのプラスマイナスのところやって、このようにね、いろいろ形があります。まず、これだと、機体、前方が、右側として、右側に横置きで、ジャイロを置いたとき、このダイヤル方向が機体前側というセッティングになります。ですのでね、これを間違えるとリバースとかぐちゃぐちゃになってしまいますんでね、ご注意の方お願いします。これは、ジャイロを背面側に、つけたときですね、下から上に貼り付けたときの、セッティングになります。これは、左側に横に貼り付けた場合。で、自分がいつも使ってるのがこちらですね。M4 の場合、後ろの方に、ジャイロを搭載してるんですけど、コネクタがある方が前方側という配置になります。ね、これ、配線方法によって、これ後ろから回す人の場合は、この逆側の、絵を選んでください。はい、では次ですね。スワッシュサーボの、周波数セッティングになります。自分は今200にしてますけど、300にしなくてもいいかなという感じです。こちらの、歯車を押すと、このようにね、
ダイヤルをドラッグしながら移動するとこの周波数ね変えられます。ですのでまあこれは自分200のスタンダードにしてますけど、これでも、セッティングできます。はい、では次、ラダーサーボのスワッシュの、ラダーサーボの周波数のセッティングです。1520パルス、760、960の、3セッティングができます。こちらも、ね、ダイヤルが、ね、出てきまして、これでいじることもできます。はい、次、ラダーサーボのスワッシュの、ね、周波数ですね。標準だと3333だったんですけど、この760パルスオンリーっていうやつを今、選択しております。これもクリックするとこうやってダイヤルでいじることができます。はい、続きまして、ラダーサーボの、リミットと、ジャイロのリバースですね。こちらをノーマルとリバースでこちらでいじると、これで、ラダーサーボの、リバースが、変更できます。あとはこちらの方で、リミットですね、右と左で、振り幅、最大振り幅のセッティングの方できます。こちらの歯車を押すと、まあこれがねちょっとね自分理解できてないかなという感じになります。次、次はスワッシュ、のプレートのタイプですね。これノーマル、ノーミキシング、マシン CCPM という、まあラプターとか、まあ、昔のタヤヘリですね。それの、スワッシュ機械式ミキシングになります。続いて90度式、これもね自分見たことないですね。で一般的に多いのがこの120度方式です。これを使って、基本はセッティングするんですけれど、この下の135度140度、こちら、たまにこれ専用の機体がありまして、 JR プロポの NEXE6、こちら実は140度専用機だったんで、これが、セッティングドハマりしました。こちらの歯車の方をやるとね、これは、サーボの位置を変更することができます。1チャンネルがエレベーターなので0度というところに対して、120度側に行ったのが2チャンネル目、240度側に行ったのが3チャンネルで、これを微調整できるというね、なかなか超マニアックなものがありました。はい、続きまして、サーボの、動作方向のリバースのやり方ですね。これサーボ、一つのサーボの、リバースをそれぞれ決めていきます。これ使って、スワッシュプレートを上下に、まあスロットルサーボを、スロットルスティックを上下にすると、正常に上がる方向を、このリバースを使って選んでいきます。はい、では次行きましょう。はい、こちらはサイクリックコントローラーの、リバースですね。これ最重要に近い、ものです。ラダーのリバースね、間違えてもね、まあ、とりあえずなんとかなるんですけど、まあ、ならないけどなるんですけど、エルロンエレベーターのリバースに関してはもう浮いた途端、潰れます。いや本当ね、このリバースだけはねもうきっちり見てください。まず、こちらですね、エルロンの、リバース、あとこちら下エレベーターの、リバース、こちらを、ね、絶対ね確認してください。で機体を揺らして、実際に機体を持ちながら揺らして、スワッシュプレートが常に平行になる方向を、選択します。はい、では次ですね、なんでこれ最初に来ないのかな、ちょっとね疑問になるところあるんですけど、こちら、
ね、スワッシュサーボのサブトリム、ね、これでサーボホーンの、ニュートラ出しを行っていきます。まず1チャンネル、これがエレベーター方向で、この数値的には今90になってます。次エルロン、正時計回りで、左サーボですね、そちらが、エルロンサーボになります。それが今回4という数字になってました。続いて、右サーボですね、それが今マイナス78という数字になってます。この数字なんですけど、自分の場合最初、ポチポチと、ジャイロ本体の数字で、ラダースティックを使いながらね、セッティングしたんですけど、まあ、これを数値的に見ますと、こんな感じになっております。こちらはね癖取りなのかな、ちょっとねこれもわからないですけど、細かくできそうです。はい、続きましてセットアップメニュー K だと思うんですよね。この K のメニューなんですけど、これがスワッシュサーブの振れ幅の、ね、確認になります。これ、6度、6度になるように、セッティングということなので、今回の数字がこの750という数字になりました。これね6度に、なってるように、選びました。はい、続きまして、ピッチの、ね、最大角度ですね、こちらの方セッティングになります。まずこれ送信機の方もねちょっといじって、これ今フルハイ、一番プラスにしている時、これ今 OK って出てると思うんですけど、多分プラス側はいいんですけど、こっちのマイナス側は、この赤が、OK が出るには、サブトリムで自分ピッチを、102にしました。100だとねこれが OK が出なかったんで、であと、下りとリバースでこれノーマルとやるとこれ逆になってしまうんで、今スティック下側にしてるんですけど、これを上側で OK 下側で OK になる方を、選びます。はい、最後の項目になります、セットアップメニュー M 相当の、やつですね。こちらの、メニューを、内容ですけど、スワッシュプレートの傾き最大1の調整になるということです。こちら自分の場合は、まあ、サイクルピッチを12度まで傾くために、まあ、1506という、ね、セッティングをしております。以上でね、基本のセッティングが、完了になります。はい、続きまして、ポチポチでもできるんですが、さらに細かくやりたい人用に、こちらですね、クレーク、サーボ、ビッグトリムですね。まあこれ実のところね使ったことないんです。はい、続いてバンク1のセッティング、オプション、有料ですけどオプションで、購入するとバンク切り替えがねなんかできるみたいなんですけど、これは、スタンダードの、モデルだとバンクは1バンクのみになります。で自分の場合は、こちらの歯車マーク、こちらを、クリックすると、こちら、エルロンが340度で1秒間に340度動くように、エレベーターの方が340度、動くように、そしてラダーが、1秒間に650度、回るようにしてあります。他に、このエクスポとかが10、10、30とかね、入っております。
はい、テールサーボ、テールレボリューションミックス、こちらもね、まあ自分あんまり使ってないんですけど、これはちょっといいでしょう。お、以上になりますね。サイクリック。ああ、ピッチブーストとか、これもポチポチでできる範囲ですね。これもポチポチで、これ、基本セットアップ終わった後、まあ、長押し状態で、長押しじゃない、ポチ押しですね。それやって、細かいセットアップモードに入るんですけど、まあ、こちらの方、自分は正直いじっとりません。はい、あと、ね、こちらにね、ガバナーセッティングがあるんですけど、ね、こちらね、自分の場合、正直いじってないんで、こちらの方ね、今オフになっております。まあ、こちらは、まあ、基本エンジンキーの方のみだと思います。電動機は基本今スピードコントローラーの方が性能いいんで、スピードコントローラーのガバナーに任せっきりで全然問題ないと思います。はい、あとちょっとね、戻ったんですけど、マイクロビーストウルトラ。ファームウェアが 5.8.2 という状態でしたね。なるほど。5.4 じゃなかったんですね。ということで、以上が、PC でセットアップ。あとデータのバックアップとかもね、できますし、まあ、ログとかもね、見ることもできますんでね、いろいろ活用できると思います。まあ、PC 使うと本当にね、数値的に見やすくなるので、おすすめしております。はい。まあ以上ね、簡単な、内容になりますけど、もしこの動画良ければグッドマークよろしくお願いします。それでは失礼します。